エフラクチャル、ティアロー太郎です。よろしくお願いします。2026年、アストン・マーティン・ホンダは本当に勝てるのか、まあちょっと、あまりにも遠い未来予測になっちゃいますけど、まあ勝つつもりでやりますと、やるからには勝ちます。チャンピオン取りますと、っていうふうに。ローレンス・ストロール。ローレンス・ストロールなんじゃない、もう一人出てきた。アティン・ウィットマーシュ。ああ、マーティン・ウィットマーシュさんか。まあ、勝ちます。やるからには勝ちますっていうのをおっしゃってました。まあ、ローレンス・ストロールも We Will Win Together って言ってましたもんね。あ、ボスだから。で、まあ実際、まあ勝てるのかって言われて、まあ今から、今ある材料で想像するのも無茶な話だと思いますけれども、でまあパイロットも変わっちゃうんだもんね。まあレギュレーションは変わります ね。レギュレーションが変わって。ただ全く真っさら変わるわけじゃないので、うん、はいはい、今の技術がかなりベースにあるので、うん、逆に言うと今、技術を持っているメーカーは強いのは確かなんで、ホンダ、メルセデス、フェラーリ、イメージ的にはルノー、内燃機関の方のパワー を今よりも抑えてバッテリーの方を強くするっていうイメージでいい。まあパワーを抑えるっていうか、うん、内燃機関の部分はそんなに変わらないんですけど、うん、サステナブルフュエル、はい、カーボンニュートラルフュエルに変えるんで 100%、はいはいはい、なので勝手に落ちるんだ、パワーが落ちる。だから逆に言うと、うん、そのサステナブルフュエルがどれだけ優れてるか、はいはいはい、今のガソリンと比べて、うんうん、パワーを出すのにね、うん、どれだけそのパワーが落ちないサステナブルフュエルを作れるかっていう、はいはいはい、まあ、エンジン屋さんだけじゃなくて、はいはいはい、燃料メーカー、オイルメーカーの力もかなり重要になってくる、うん、まあ、そのサステナブルフュエルを使っていかにそれを効率よく燃やすかっていう内燃機関の方、まあ、ここの燃料そのものっていうのと内燃機関、これをうまく使う燃料、内燃機関っていうところと、燃料ってみんな同じの使うんだっけ？じゃないです、それぞれが作っていいんだっけ、はい、ルールにのっとってれば、はい、で現状その燃料で優劣ってあるの？めちゃくちゃあります。あるんだ、うん、まあ燃料自体の優劣というよりは、うん、それぞれパワーユニットの特性に合わせて、うん、はいはいはい、メルセデスの内燃機関に合わせてペトロナスは作ってるし、うん、フェラーリに合わせてシェルが作ってるし、うん、まあ、ルノーに合わせて、まあ、どこまでやってるか分かんないし、うん、まあ、レッドブル今ホンダですけど、うん、ホンダに合わせて今モービルがやってますけど、うん、はい、でも実際モービルがどこまでやってるかっていうと、うん、はい、一応形としてはモービル作ってますけど、ここで使ってる素材とか結構ホンダの素材使ってるんで、実を言うと今レッドブル今っていうか2021年から使ってるやつは結構ホンダの燃料、特にまあ先端技術研究所っていうところあるんですけど、そこで研究してる。ホンダそんなこともやってんだ。うん、その結構先に向けたその燃料の素材の研究をやってたノウハウが結構フィードバックされてて、2021年からはもうすでにカーボンニュートラル素材をかなり使ってるんですけど、その前からモビルさんに任せてるとなかなか燃料の開発進まないっていうのがあったんで、もうそのだいぶ前からホンダさんとモビルさんでやり取りして、要するに市販のガソリンで使ってる素材しか使えませんみたいな、その中でこれとこれとこれしか使えませんみたいなのがあるんで、まあ、その中で例えばモービルさんは、いやこれはうちの市販のガソリンではコスト的に使えませんみたいなのもあったりするんで、はい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 、そこをホンダとのこういうコラボレーションでうまくやってたみたいですね、うん、へー、そういうのはずっとあったりするんで、うん、むしろだから2026年のレギュレーションでサステナブルフュエル、カーボンニュートラルフュエルを作るってなった時にモービルさんは、まあ、もちろんレッドブルパワートレインズはおそらくモービル続けると思うんで、はいはいはい、レッドブルパワートレインズはモービルに作ってもらわなきゃいけない。でもアストンマーティンホンダは、まあ、ホンダ独自のやつと、あと、はい、アストンマーティンについてるアラムコ、ああそうか、あれオイルなんだっけ。オイルってかもうサウジアラビア国営石油企業だし、まあ、世界最大の企業ですよ。何でもあるんだ、世界最大のオイル企業です。ああそうなんだ、うん、で実際今アラムコってもう F2F3 用のサステナブルフュエルやってるんですよ、うん、ああそうなんだ。だからまあそこのすごいな、うん、だからそこの、まあ、ホンダとアラムコにとっても、うん、その F1 だけじゃない協業の多分メリットがあるんだと思いますけど、うん、まあ、ホンダのその先端技術研究所のノウハウも活かせるし、まあ、実際すでにもう使ってるっていうのもあるし、だからその部分は結構他の燃料メーカーに比べて先行してるんですよね、ちょっと優位に立ってる部分あると思うんですよね。その燃料自体が優位に立ってるってことは、それに合わせた燃焼も優位に立ってるわけだから、うん、はい、ここはかなり強いですよね、うん、でそもそも今 IC もそこそこいいものがあるっていうのはある。でなおかつバッテリーに関しても今最も効率が高いバッテリーじゃないですか、ホンダって、うん、一番強いって言われてるんでしょ。でこれそのままじゃないですけど26年は、でもまあやっぱりそのすでにリードしてるものをベースに作れるわけだから、うん、今リードしてる人たちがそのままリードする可能性は高いですよね、うんうんうん、で考えるとその
燃焼の部分、エンジンの部分もそうだし、あとハイブリッドの部分もそうだし、どっちも今のところリードしてる、優位に立っていると思われるわけですよ、ホンダって。まあ、それもなんか今回サクッと復帰このままいけますよってね、あの中の技術者の人たちから声が上がったっていうのもそういうとこだと思うんですけど、まあ、だから別にホンダのパワーユニットとしては全然最初からかなり高いレベルにあると思われるので、アストンマーティンの車がどこまでなのかですけど、まあ、すでに結構いいとこまで来てるわけで、まあ今ね、こっから、まあまあ、そのまま、ね、成長してくれるならば、まあ、成長しなかったとしてもね、ガクッと落ちてることはないでしょうから、まあ、男作さんがいるから、いやまあ男作さんだけでやれるわけじゃないんですけどまあ、だからそう考えると、なんかダメな理由は一つもない、むしろポジティブな理由しかないと思うんで、まあ、勝てるか勝てないかって断言するのは難しいですけど、トップレベルというかかなり高いレベルからスタートできることは間違いないというか、例えばレッドブルにとっては、まあ、フォードと組むから、まあ、エンジン自体もその自分たちで初めて作るっていうのはあるけど、まあ、それはまあメルセデスとかフェラーリのね、技術者取ってきてるんでそんなに不安はないと思うんですけど、自信持ってますけど、問題はやっぱフォードが作るね、バッテリーとかモーターの方がちょっと不安だよねっていうのはあるし、まあメルセデスはちょっと車体が相変わらず不安だよねっていうのもあるし、今で言うとね、まあ、フェラーリは全体的に俺たちだし、メルセデスのパワーユニット部門っていうのはあそこ、まあ、ペトロナスと盤石なのか、各チーム置かれた状況の中で言うと、ホンダっていうのとアストンマーティンっていうところで言うと、なんかマイナスの要素は特にないっていう、他のところはマイナスの要素が、不安要素が一個一個あるのに対して意外とないんじゃないかなっていう気がしますけど、だからもう普通に2026年から高いレベルで買えるんじゃないですか、まあ、だからこれからの3年間でまず4強時代が訪れて、それで26年にレギュレーション変わって、ちょっと楽しみだね。まあ、だから2026年に復帰って言ったから、ね、参戦初年度はまた苦労するんじゃないかみたいなイメージでなっちゃってるけど、実際には継続してるから全然参戦初年度じゃないんで、フェラーリとかメルセデスと同じ条件なんで、ルノーもですけど、相変わらずルノー言うの忘れるんですけど、なので、まあ、別にあの何にもそのマイナス要素はないよっていう、普通にメルセデス、フェラーリ、ルノーと同じところからスタートなんで、それでいうとレッドブルバトレンズはちょっと下からになるし、アウディも全く知見がないところからのスタートなんで、最初は苦労するでしょうし、ああそうか、だから、ね、そう全員が良いドンになるんだよねけど、メルセデス、フェラーリ、ルノー、ホンダは今やってるものがベースにあるので、ベースがあるからね、この人たちはちょっと前リードしたところからスタートするっていう状態なわけですよ。これが本当に2021年で撤退してて何もやってなかったら、26年また久しぶりになるんでちょっと心配だよねになるけど、全然そんなことはないので、勝てるかどうかはアストンさん次第、ホンダのパワーユニットは結構いいとこに最初から行くと思います。なんだったらまあその電気の部分は 350kW ってもう決まっちゃってるので、MGUK から出てくる、まあ、この効率の良し悪しはもちろんバッテリーの性能に依存するんで、一周の中でどれぐらいディプロイ効かせられるかはバッテリーの性能に依存しますけど、出力自体は 350kW 決まってるから、じゃあ最大パワーがどうかっていうと、やっぱこのエンジンの部分で決まるんで、あなるほどね、となるとどのカーボンニュートラル燃料とそれをいかにうまく使える、IC を作れるかになるんで、まあ、そこは結構ホンダは強いんじゃないかな。っていうかこの間ね、ミビー社長も来年期間に関してはもう頂点極めたってはっきりおっしゃったんで、そしたらその頂点極めた IC で他のメーカーに差をつけられるんじゃないのっていうところにはあると思いますけどね。そうだね、余裕を持ったパワーユニットじゃないとギリギリで作ってたらダメだもんね。なるほどね、じゃあ2026年は、まあ、今段階ではまあ勝てると、太郎さんは予想しないでください。感想です感想もやめてください。ということで、太郎さん、3年後にまで効力があったら困るから、あんたは黙っててくれと思った方は、いいねボタン、太郎の経済効果 1.5 兆円チャンネル登録、自分でも怖かった、ありがとうございます。